ベスティ、そしてミューズボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、先日マーゼルのですね、ファイヤーのダンプラ、こちらのリアクション動画公開しました。その時のコメントでですね、ミューズの何人かの方からですね、ファイヤーはライブバージョンも凄まじいよということでですね、今回の動画はマーゼル、ファイヤー、フロムダンク、こちらを見てリアクションしていきたいと思います。つるさんの BE:FIRST ボーカルルーム。いや、ファイヤーめちゃくちゃいい曲ですよね。まさに神曲と言ってもいいクオリティなのではないでしょうか。僕もね、ああいう和風テイストで、しかもロック色のするメロディー、特にサビですよね。ああいうの大好物なんですよ。そして今回はライブバージョン。前回のダンプラよりもね、パワーが伝わってくるんじゃないかというふうにね、そういうところめちゃくちゃ今から期待してですね、見るのが非常に楽しみです。今回リアクションする動画、まだ見ていない方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。つるさんの BE:FIRST ボーカルルーム。こちらのチャンネルは私、つるさんが大好きな BE:FIRST を筆頭にマーゼル、BMSG 所属アーティスト、トレーニーの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして後日なんですけれども、こちらもですね、コメントの方でもっと歌の知識について解説している動画見たいという声がありましたので、リクエストお答えします。ファイヤーとウォーターフォールのですね、歌声解説動画を近日中に公開しますので、そちら気になった方はですね、チャンネル登録だけでもしていってください。それでは早速マーゼル、ファイヤー、フロムダンク見ていきたいと思います。マーゼル、お、やっぱライブだと雰囲気がこう変わりますね。いやー、かっけー。あー、いいね。あー、いいね。エッジがいいね。えい、エイキー、いいね、この安定感のある歌声、たまらない。やっぱ気持ち入ってますよね。えい、直哉じゃない、たっくん、瀬戸、いやー、いいね。あい、大御所、やっぱいいとこ持ってきますよね、海流はね。あー、いいね、超イケメンなおや。えー、リュウキ、全員ね、やっぱ気持ち入ってますよね。Like a fire。 わー、超かっこいいたまらないね、これは。これは盛り上がっただろうな。あ、力強い声、これ新しいよ、海流の声。たっくん、やっぱ存在感がすげえんだよ、たっくん。あ、いいね、こう低音ラップ、生徒のね、醍醐味ですよね。あ、いいね、シャウト。いい。おお、すげえ声が伸びるね、ラン。あ、いい、この絡み。言葉が止まらない。おい。あー、すごいね。これデビュー1年未満です。おい。
そう、ここのねラップの爆発力がたまらないよね。全体的にシャウトが入ってますよね、こうガラガラっとした声ね。スペル like a fire。 あ、これは歌いたくなるね。Don't tell me down。 わあ、超かっこいい、超かっこいい。わあ、力強い。いやーすごいね。もうね、言葉に語彙力がなくなってる、すごすぎて。うわー、もう強えなー、マーゼル。いやー世界レベルだねー。おお、すげえ。マーゼルファイヤーフロムダンク見ていきました。いやー多分ね、これダンパフォでも言ったんですけど、何ですかこれは。いやー最強すぎますね。コメントの方でライブは凄まじいっていうね言葉、ほんとその通りでした。そして凄まじいっていう言葉を聞いてね、かなりグレードがね上がったようなパフォーマンスだったり歌なんだろうなっていうふうに、いやある程度ねこう想像していたんですよ。もう想像をはるかに超える作品でしたね。そしてやっぱりマーゼルの進化の度合いっていうのがですね、やっぱライブの映像だったり歌、ここからねものすごく伝わってくる部分が多くて、今ちょっとはっきりした部分があるんですけど、詳しくはね歌声解説の方で解説していくとして、まあさらっとね一言で言うと、圧倒的に基礎力がですね格段にレベルアップしてますね。で、歌の基礎力って何かって言ったら呼吸法なんですよ。腹式呼吸って皆さんご存知ですか？息を吸った時にお腹が膨らんで、吐いた時にお腹がしぼんでいく、こういう体の動きが起こる呼吸法なんですけど、歌の7割から8割は息を吸った段階で決まるって言ってもいいぐらい呼吸法ってすごく重要で、歌の基礎なんていうとね、そんなんすぐにできそうっていう感じに思うかもしれないんですけど、実際僕が教えてる生徒さん何人か今もねいるんですけど、腹式呼吸ってねめちゃくちゃ安定しないんですよ。頭で呼吸の原理を理解していても、いざ実際にやってみようとすると、人間ってその日その日でやっぱ感覚って微妙に変わりますんで、その微妙に変わった感覚のせいでですね、腹式呼吸ができなくなったりとか、これ普通にあるんですよね。で、しかもマーゼルって歌って踊るパフォーマンススタイルじゃないですか。なおさら呼吸って乱れるんですよ。でもこの映像を見た限りではですね、全員が全員しっかりとした基礎っていうのがね、もうかなりハイレベルなレベルでですね安定していて、それがあるからこそライブで実際のレコーディングした時の歌よりパワーのある歌声、迫力のある歌声、こういうところにつながっているんですね。いやーこれは本当にすごいですよ。で、基礎っていうのは毎日しっかりとしたトレーニングを行わないと、ここまでの安定感って絶対に出せないんですよ。なのでね、こちらもダンパフォの方でも言ったんですけれども、ミューズのみんなから見えないところでの努力量っていうのが凄まじいと思います。努力するからこそ結果につながる、これがですね、もう BMSG 魂って言ってもいいんじゃないですかね。 BE:FIRST もものすごい勢いで進化してるじゃないですか。これもね、ベスティの皆さんに常に素晴らしいものを、常に最高のものを見せたいっていう気持ちの表れで、陰でものすごい努力をしているっていうふうに僕は思っていて、これはマーゼルと BE:FIRST だけではなくて、 BMSG 所属アーティスト、そしてトレーニーのみんな、これ全体がね、こういうふうな志のもと日々音楽をやってるんじゃないかなっていうふうに思いました。マーゼルの話から BMSG 全体の話になってしまいましたけれども、もう本当に感動しています。パフォーマンスが素晴らしかった、歌が素晴らしかった、これはもちろんなんですけれども、そこから伝わる努力量ですよね、本当に素晴らしいです。心の底からマーゼル応援したいと思いますし、 BE:FIRST も応援したい、 BMSG 所属アーティストも
応援したい、そしてスカイハイ社長も応援したい、もうねみんな関係者応援したいと心の底から思いました。今こういう風に言ってるからといって今までが応援したくなかったとか応援する気持ちが薄かったとかそういうことではなくて、今までも自分の中ではね最高レベルで応援したいっていう気持ちあったんですけど、さらにね限界を突破してね、もう本当に無我夢中になるぐらい応援したいなっていう風に思ったんですよね。こんな感情になったのはですね、ビーファのファーストワンマンライブツアー見に行った時以来の感動ですね。しかも YouTube っていう映像からそういう風な気持ちにさせてくれるマーゼル、本当に素晴らしいボーイズグループだと思いますし、個人個人としても本当に素晴らしいアーティストだと思います。そんなマーゼル1月29日に新曲ウォーターフォールリリースしました。僕もねダンスプラクティス動画、こちらのリアクション動画をですね先日公開しましたので、もしよかったらそちらの方もね見ていただけたらなというふうに思うんですけど、和テイストとクラシックの融合、めちゃくちゃ斬新な音楽ジャンルでですね、ものすごく個性あふれてめちゃくちゃかっこいいので、ぜひチェックしていただけたらなというふうに思いますし、そんなマーゼル3月の20日にですねファーストアルバムパレードリリースします。こちらもね情報が解禁されるのめちゃくちゃ楽しみにしていますし、情報が解禁されたらこちらのつるさんの BE:FIRST ボーカルルームの方でも取り上げて動画にしたいと思っていますので、ぜひ今後のマーゼルの情報を見逃さないようにですね、マーゼル公式 YouTube チャンネル、チャンネル登録がまだの方はぜひこのタイミングでチャンネル登録よろしくお願いします。そして鶴さんの BE:FIRST ボーカルルームの方もですねチャンネル登録よろしくお願いします。いや興奮してね一気にバーって喋っちゃいましたけれど、皆さんちゃんと言葉聞き取りましたでしょうか。ぜひミューズの皆さんのファイヤーのライブバージョンのですね感想なんかをお聞きしたいなというふうに思いますので、もしよかったらコメントでねどういうふうな感想を持ったか教えていただけたらなというふうに思います。以上マーゼルファイヤーフロムダンクリアクションでした。今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではではボイストレーナーの鶴さんでした。